い方とか深い方の時は止まるだけになってしまうんですけど、それもやっぱりダメで、この足からこっちだったりこっちだったりと、そうこっちの足で、はい、とか深いとかですね、はい、あったり、まあ、っていう動きが必要になります、はい、でその時にこれで足を使わないとバランスが崩れて、足で最後合わせる動きが必要になります。そのための練習対応だと思って、で何をするかというと足を動かし続けて、動かし続けて打ちます。そうするとここに来ても足を動かし続けることができるので、その場所で大丈夫なので動かし続けてボールを打ってみてください。サイドステップを1回入れます。そうです。これがすごく必要です。ここが普通だとしても動かないでできる一番の場所。でも一歩入れるだけでここからここまで全部がしっかりと打つことができます。なのでこのステップを入れて打つというのはすごく、2回入れましょう。いきます。そう。 OK, OK, OK.